秘宝あれだけ騒がせた蒲田大地さん、ラチオにスポンサー移籍してしまうイタリアメディアトウッドメルカートウェブによるとスポーツ用品メーカーの水野がカマタの給与の支払いに参加することで再びラチオと交渉が再開されたとのこと年俸300万ユーロで合意に達しカマタのラチオ移籍が秒読み段階になったようだ同メディアはラチオとカマタはあと一歩水野も給与支払いに参加と報じている嘘だよな。 第一めちゃくちゃイきってたのにスポンサー頼りって言葉とか大丈夫なんかよゆうべミランインテルローマナポリこの下の第三勢力って感じかならつよって給料水野が払うんなら試合出さなくてもええやんってなるやんトークショーでいきり散らした結果スポンサー遺跡は悲しすぎる一応 CL に出られるし嘘はないなすっとボケ。 これチームメイトにバレたらめちゃくちゃバカにされるやん自分で注目集めて失敗してるのくさ蒲田の年俸300万ユーロ代理人への手数料400万ユーロこんなことあるの代理人の方が儲けててくさ久保も同じ代理人だから心配やテキー席とは何だったのか